やろうか、今日も。はい、よろしくお願いします。はい。ほんまに1週間早いねんけどな、これ。でも。いや、本当に1週間早いなと思いますね。面白いな。あれやはい。ろ。でも、なんかこんなんやりだしてから結構情報、ネタ取ったり、いろんなことを調べていくと、時本当間面か、白いやろ。面白いですけど、あっという間に時間かかってきちゃうから、そう、知ればそう知そう。るほどね。夜寝れない状態になって眠たやろ。やっぱりいろいろといろんなことが分かるようになるじゃないか。だから視野が広くなりますよね、すごくね。だから要は普通のなんだろう、要は感覚ではなくどんどんなくなってくるので。そうでしょ。なんか、だから、世の中とだんだん、一般的なところとだんだん離れていくやろ、自分が。価値観は違くなってくるなってのは思いますけど、だから一般的な価値観っていうのは、その価値観っていうのの概念もおかしいんですけど、だから、テレビもまあ見ることないけど、例えば、なんかほら、コンビニなんかで、ちょっとしたものを何か買いに行ったときに、新聞なんかこう、売ってるやんか。あれの見出しなんかチラッと見ただけで、何やってんの?みたいな、何言ってんの?みたいな感じになるってわかる?なんていうかな、根本的にそこじゃないよねっていう、やっぱ表面上のことしか言わないっていう人が多いよねってのは思います。その根本で、的なね。よくそこまで煽りますねっていう感じもようわかるやろ、なんとなく。まあ、そこまで慌ててなくても、なんとか人間ってなっちゃうからっていうのはありますよね。確かにね。だからね、こういういろんな、こういう情報を取りながらね、こういうのを見てる人たちがね、一般的なメディアのああいう報道とか見ると、もうバカじゃないの?みたいな。まあ、そうですね。残念でありますよね。あれ見てたら洗脳されるよな、みたいな感じ。でももう訳がわからん状態になってしまうっていうのがあるよな。ありますね、面確か白にい。ね。まあ、ということで、今週もさらに脱ドルの動きが世界中ものすごい勢いで。アメリカのテキサスとかフロリダなんかもやっぱり、自分のところの州の通貨発行準備始めたんでね。もうこれはある意味だから私たち自分たちでやっていきますみたいな感じになってるから、すごいでしょ、面白いでしょ。これでね、あとね、特にちょっと韓国の動きが面白いな。あんそうまりなんだ。表に出ていけんけど。もう韓国も、なんていうかな、新しい体制に動いてたんやけどね。それがもう明らかにもう在韓米軍と縁切りますみたいな。だから、わかりやすく言うと、北朝鮮と、あれね、ちょっと今日先に言っとくけどね、南北朝鮮って、なんていうのかな、今停戦中みたいなイメージじゃないですか。戦時中のちょっと停戦してますみたいなイメージじゃないですか。ただまあ、実は本当は仲良しなのよみたいなやつがあったんやけども、本当はね、本当はつるんでたんですよみたいな感じなんやけど、で、一応喧嘩っぽくしてたんですよっていうことやってんやけど、それが今ちょっと変わってきたのが、本当にまた仲悪くなりましたみたいな感じで。本末転倒ですね、なんかね。日本にいる、第7艦隊、偽物の米軍と北朝鮮は実は仲間だったんですね、みたいな話とか、みたいなとか、面白いよ、これ。いや、本当韓国のね、なんていうかな、一気に変わったんですよ。一気に変わりましこの半年ぐらい前からそれ顕著やってんけど、なんかここへ来て韓国が、いたね。や、私たち自分らでやっていきます、みたいな感じになってきたよね。だから、今までのその韓国の大統領、歴代の大統領から比べると、結構ね、日本に対しても柔軟っていうか、あんまりこう敵対意識むき出しみたいな感じでは来ませんみたいな感じになっていくと思いますよ、これ。もう本当、大韓民国っていう独自路線でいきます。私たちは私たちでやっていきましょう。日本さん手を取り合ってやっていきませんかみたいな感じになってくると思うわ。で、中国は中国でロシアと手を組んだり、あっちゃこっちゃと手を組んだりね。で、極東ね、日本、韓国、北朝鮮、台湾、中国っていうのはそんな感じですよ。だから、韓国は完全に独自路線行ってるし、で、北朝鮮はちょっと、今まではどちらかというと、偽物の米軍とくっついて、自作自演やってましたけど、私たち、また一人になるのね、みたいな感じになったり、北朝鮮。だから、
やっぱね、最終的にはもう、南北朝鮮っていうのは統一っていう方向ですよ。もうお互い一緒に、まあ、いや、もう表向きも一緒にやっていきましょう、みたいな。まあ、だから北の方のちょっと力というか、そういう統制を取る力的なものは強かってんけども、南の方がちょっと独自路線行くんでついていきましょうか、みたいな感じとか。で、まあ、あと台湾は台湾で自分のところでしっかり考えてやってるしね。戦争なんかしませんっていう方を言ってるし、まあ、それを、日本の方もね、この間、何やったっけ、ヘリ撃墜されたりとか、ことやってるけど、まあ、一生懸命煽ってるのが日本だけ、みたいな。あとは、もうあっち向いてます、みたいな。さあ、これどうなるんでしょうか、みたいな感じ。ただまあ、日本に戦争やれ、戦争やれって言ったところで、日本軍隊ないんで、自衛隊しかないから、そもそも。で、今みんな徴兵して、ね、じゃあ若い人たちに戦争だ、行けって言ったってみんな嫌です、みたいな。誰まあ、もそりゃ兵そう隊でがすいませね。ん、みたいな。そりゃそうでしょう取ね。らないでって戦争すんのよ、みたいな。とか、あと、まあ、アフリカ、サウスグローバルって言うのかな。もう本当、なんちゅう、全部行っちゃったね、ブリックスへ、みたいな。これな。東南アジアもみんな行ったからね、ほぼほぼブリックス行っちゃいました。で、南米に関してもメキシコとアルゼンチンが共通通貨出したりとか、あと、なんだ、ブラジルと中国が、人民元であったりとか、ブラジルレアルで取引しますとか、もう、通貨一切私ら必要ないですよ、とか。これな、まあ、端的に言うとね、まあ、近未来で行くと、やっぱアフリカとユーラシアかな。まあ、中東ももう完全にこれも、偽物のアメリカから出ていったんで、国際金融システムから抜けていったんでね、国際金融資本のね、この牛耳ってるとこから抜けていったんで、中東もこれ和平ですよね。もう平和な中東が来ると。まあ、イスラエルがまだああだこうだ言いながら最後まで日本と同じで、イスラエルと日本だけ唯一国際金融資本の息のかかった残党がおって、反乱軍として暴れてます。唯一日本とイスラエルと。まあ、イスラエル片付けは中東も平和に和平、もう和平向いてないけどね、イスラエルだけああだこうだ騒いでるだけで。ということは、ロシアの軍事力を使って、今のところは、その睨みを利かして、中東和平、アフリカも、植民地支配からの解放。で、あとユーラシア圏も、そういう、なんていうかな、新しい経済圏参加します、ブリックスも行きますっていう感じなんで、だから、中東、ユーラシア、アフリカ、こういうところがもう、すっごい発展していくと思うし、そうね、近未来のこの世界交易地図っていうかな、覇権じゃなくて世界の交易っていうのは、もうそこがもうやっぱメインになっていくっていうか、主体になっていく感じになるんですよね。で、まあその後極東の方へ流れてくるって感じだと思うんですね。で、まあ今のところロシアがまあ唯一軍事力ね、あれだけ強いんで、まあ今のところ天下っていうことなんですけど、まあいろんなその予言書なんかに出てくるより、ロシアさんは3日天下ですからっていう予言があるわけですから、まあ3日天下っていうことであと何年続きますかね、みたいな感じだよな。で、その後まあユーラシア、アジアへシフトしてくるね。アフリカも含めて。だから、もう今までの本当ヨーロッパ、アメリカとか、ああいうところの経済圏っていうのが、新しい経済圏を入れ替わるみたいなことに、もうなっていってるでしょ。だからね。これもいつも言ってる、180度変わるのね、みたいなぐらい変わってるわけよ。まあ、すごいやろ、でも、本当。まあ確かにね。まあ変化がすごいですよね。だから、ヨーロッパの西側って言われてた国とか、アメリカとか、まあ、イギリスもそうだわな。これも過去の帝国っていうことですよ。今過回の去歴史ね。の転換って。だから、ローマ帝国が滅びたんと一緒で、まあ、今の起こってることって、ローマ帝国の続きやってるのが現実なんですけどね、本当のこと言うと。ローマ神聖帝国っていうかな。だから、実際の形としてはローマ帝国っていうのは滅んでたんだけども、そのバチカンとかああいう宗教を使いながら、まあ、ここに、何て言うかな、宗教的なもん、権威ですわな。権威の方へ逃げ込んで、そこで操ってました、みたいな。だから実際の国としては形は持ってないですけど、ローマ神聖帝国は実は残ってたのよ、みたいなことになってるわけだ。で、それがいよいよ最後、ぶっ潰すみたいなことになってきてるわけだ。だから本当ね、なんかアジアの時代ですよ、本当。ものすごいですよ、これね。
だから、平和な時代になるんですよ、だから。もう武器作る連中が武器売り込んできてくることもないしね、うん、国際金融資本っていう、ああいうマネーもなくなっていくし、うん、ね、お互い手を取り合ってやっていきましょうっていう世界ですよ。本当、本当ね、なんていうかな、その宗教的なもんで、こう、人々をこう締め付けるみたいな、締め上げる、コントロールするみたいなもんもね。だからまあ、唯一ね、中東なんかはやっぱりイスラム教なんで、で、はい、ああいうのってど、ね、アラーの神だったっけ、はい、やっぱり一神教じゃないですか。うんうん、アラーの神を信じない者は、この世の全員抹殺しろみたいな、あの原理主義みたいなやつ、はい、あれもかなり薄まっていくと思うわ、もう。もうちょっと柔らかいね。うん、もうちょっと柔らかい。宗教は宗教で、イスラムはイスラムなんです、私たち。うん、でも、もうそんなんではないのよみたいな、仏教も取り入れながらとかね、うん、そういうような感じになっていくと思いますよ。だから東洋の時代、中東、東洋、アフリカってことになってくるんで、これどう考えてもイスラムと仏教っていう感じな、うん、まあ、一神教っていうのはイスラムなんやけど、もうちょっとなんていうかな、あの天、なんていうかな、一神教的なものを外して、本当真理みたいなもうイスラムに取り入れていきましょうみたいな方向やと思います。うん、なるほど。まあ、ざっくりとこんな流れで世界は行きますよっていうことです。うん、はい、前振り長くて。はい、大丈夫。よっしゃ、今日の本題。はい、はい、ここから愛ちゃんの、はい、はい、出番でどうぞ。はい、このね、いつも思うんですけど、すごい、うん、あの、前振りが濃い内容から、こっちの僕の方にシースト取られるとびっくりするんですよね。勢いからさ、これを勢い積んで、じゃあ、また温度変えて、温度転換しろっていうのは大変なんですけど、あの、今日はあれですね、テーマとしてはですね、もう、あの、頼らない生き方というか、依存しない生き方というか、うん、それをテーマにですね、うん、話したいと思いましてね、やっぱりその物事を、ね、そのまっちゃんとさっきね、LINE でもちょっとやりとりしてましたけど、やっぱりその誕生日の件は全くそうだなと思っていて、やっぱり、その、なんだろう、みんななんか誕生日って皆さん見てる人は意味不明やん、突然誕生日言われて、まあまあまあ誕生日もそうですけど、まあ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 、まあ突然意味不明なんですけど、まあまあ、そのみんないろんなものに依存しちゃってるって、自分自身に依存しちゃってる、お金だったりとか人間関係だったりとか、なんだろう、物事の、法則とか、そういうのには依存してるなっていうのはあって、やっぱり依存してるとやっぱそれが当たり前になってしまうっていうのはすごく強いなっていうふうに僕の中でも思ってますと。うん、でやっぱり世界から見てもやっぱりどうしてもその全体を見えない人が多いので、まあ、そのためどうなってるかっていうと、なかなか小さくしか物事を考えられない人が多いのかなっていうのは実際思ってて、うん、まあ今日はそのテーマについてお話をしたいなというふうに思っております。はい、うまいな、ざっくりすぎる。誕生日の件って何も、あの俺が LINE 送ったやつ、ただあれはね、あのね、その死に向かってる中で、その、うん、まっちゃん、あのここで初めてあの聞く人もいると思うので、まあ、僕とか、うん、まっちゃんとの LINE の中でとあるベテやって、僕も印象的だったんですけど、うん、人はなんで誕生日を祝うんだって話があったじゃないですか。そのお誕生日おめでとう、嬉しいじゃないですか。結局それってあの祝ってるのって何を祝ってるかっていうと、年を取ってるイコール死に向かってることを祝ってるっていうのがあって、うん、あ、それ聞いた瞬間にゾッときたんですよ、自分の中で。あ、そうだよなと。あ、確かに誕生日って祝うけど、確かにそれって自分の年齢が1個上がるってことだな。俺の LINE って変な LINE 多いから、大体取って。そう。まあ、いや、ふっとね、トイレ入ってた時に思いついたんじゃねえかしてんけど、なんで1歳年取るということは、また1年死に向かって、こう、なんていうかな、もう近づいていったのに、お誕生日おめでとうって言われて、なんでみんな怒らないのみたいな。あれ、すごく僕の中で印象深かって、その価値観あるのかと思って。いや、お父さんお誕生日おめでとうってなんか言われたら、なんでそんな俺の死ぬこと、そんなに早く死んでほしいのかっていう人ってあんまおらんよねと思った。確かにねと思った。うん、確かにねって思ったのが、すごく、あの、正直、その、移動をするっていう考える前にちょっとびっくりしたっていうところ。でも、まあこういう考え方もありみたいな。そう。でも、それとなんか移動っていうのもなんか似てて、みんな誕生日に移動しちゃってる部分だったりとか、もう、何々をするのが当たり前だったりとか、
そういうのはすごく多いなと思って。まあ、ええわ。余計な話は前は。どうでもええ話。で、何やったっけ、今日の本題。その本題は、その依存し、依存っていうか、頼らない生き方。今日、うん、頼らない生き方。要は、今日の、お題っていうのは、うん、その、人に頼らない生き方。うん。うん、まあ、どっちかっていうと、依存しない生き方の方が大きいでしょうね。うん。何かに依存する。はい、じゃん。はい。生きるって何？生きるって何？生きるって何？なんで、急に言われてびっくりしますね。生きるって何？いや、だから別に考えらんと答えてくれた方がいいんですよ。考えてくれた方がいいんで、直感だったんで。ああ、なるほどね。生きるって、生きるって何？幸福？いや別に生きるって何って聞いただけやから。いや生きるって何、生きるって何も。じゃあええわ、じゃあ質問変えるわ。アイちゃん何のために生きてんの？いや今家族のためじゃないですか。まあまあまあそれはそれも依存やわな。そう、あまあ依存、まあ、あじまあ難しいな。まああのね、それだって自分のために生きてますよ。自分で生きていから生きてるわけじゃない。変わらないんですよ。人って何のために生きてんのって、生きるために生きてるだけの話っていうことなんですよ。まあまあ、まあ、まあ、生きる。難しい話でもなくて、まあ、じゃあ、お魚さん、まあ、お魚さんでいこうか。お魚さんって、生き別にそんなね、何のために生きてるとかなくて、やっぱり生きるために生きてる。うん、まあ、虫さんも生きるために生きてる。動物も生きるために生きてる。うん、人間も生きるために生きてる。ただ、その生きるために生きてるためには、やっぱり食べ物必要ですし、空気も必要ですし、水も必要ですねっていうぐらいだけの話なんですよね。そもそもが。そうですよね。で、簡単に言うとね、簡単に言うと、生きるために死ってだけの話なんですよ。こんな生物も。これはもう間違いないんですよ。微生物であってもそうですし、生きるために必死なんですよ、みんなね。これは間違いないですよね。ってことは、うん、ってことは、どんな生命もそうなんですけど、死ぬのが嫌なんですよ。うん、死ぬのは嫌、ね。これも間違いないんですよ。うん、死ぬっていうのは、その、動物なんかが人と同じような感性で思ってるかっていうのは別ですよ。意識持ってるか。じゃなくて、それでも死ぬのは嫌だって思ってるわけよ。うん、これ、間違いないです。だから食べてるわけですわな。まあ、必死に生きてますよ、と。うん、いいですかね。で、そもそもね、この生きる目的みたいなことって、なんかセミナー系とか、なんか本、自己啓発みたいなやつでも結構あるんやっぱ、あいちゃん。あるよな、俺中身見たことある。あります、あります、あります。あるよね。何のために人は生きるかとか。ありすぎますね。何のために私は生まれてきたのかみたいなやつってあるけど。ありますね。どういう内容のやつが、端的に言うとどういう内容のやつが多いの？その自己啓発のやつですよね、基本的に。私って何のために生きてるってことか、人は。まあ、ね、すごくね、多いのは、やっぱ幸福とか、その成功とか、あと、私の強み、弱みとか。あと、俗っぽい方やな。まあそうね、そっちの方が多いでしょ。毎回の話と一緒やな、これ。うん、毎回の話になってくる。でね、別にね、はっきり言いますけど、いきなりこの人またなんてこと言うのって言われるかわからんけど、はいはい、生きることってそんな意味のないことなんですよ、別に。うん、そもそもそんな意味もないし、で、宇宙の法則みたいなもんから、本当の心理的なもんからしたら別に何の意味もないんですよ。ただあるだけ、みたいな、はいはいはい。ただあるだけで、ただ生きてて、ただ死んでいって、また次の生命が出てきて、卵であったりとか、体から出てきたりとか、また次の生命が出て、また死んでいって、で、また次の生命が出て死んでいって、これ永遠に繰り返してるだけの話なんですよ。だからそもそも何の意味もないっていうのが、心理なんですよ。うん、だから何かに意味を見つけようとかするから余計話がややこしくなるんで、はいはい、私たちはそんな偉い存在だとか、なんとか変な私が神だみたいな話になってくるんで、そうじゃなくてね、そもそも意味がないですと、生きてることに。うん。で、ある意味苦行なんですよ。動物もそうなんですよ。動物って逆に苦行色の中で生きてるし、で、お魚さんも、やっぱり、なんとか食うか食われるかの中で生きてるわけですね。海の中の貝もそうですわね。みんながこれ弱肉強食の中で生きるために必死なんですよ。これは人も同じ、人間も同じなんですよね。はい、だから、そもそも生命っていうか生きてる限りが苦行なんですよ、もう。そもそもが。
ですかね。ここまで理解するとね、あとめっちゃくちゃ楽、わかりやすくなってくるんでね、うん。で、そもそもその意味のないことに意味を見出すっていうのが人間みたいなもんなんですよ。大体。うんうん、意味を見出せないと生きていけませんみたいな。やっぱりこういう脳の構造っていうか意識の構造っていうかそういうもんなんですよ。人ってやっぱりどうしてもね。はい。そういうことですよね。知的生命体っていうことですから。そうですね。じゃあ、そこに何の意味を見出すかっていうのが、やっぱり、なんていうかな、人間として、その、生まれたっていうか持ってた生命体とか意識的なもん持ってた人間っていうものの宿命というか、はい。うん、宿題というか、修行というか、そういうようなことやと思ったら分かりやすくなってくるんだね。はいはいはい、うん。で、さっきの依存とか、なんかそういう的な話って、何かにこう依存するっていうのって、何でもその前前回の動画で言ったかな、そもそもがその心理的な話からいくと、諸行無常ってあるよね。はい。仏教のね。はい。で、この諸行無常っていうのがもうこの世の真理の全てなんですよと。だから、はい、要はあるものはなくなるし、うん、形あるものもないものもすべてこの世の中は宇宙の法則ですよね。すべて移り変わっていくんだと。はい、これ水もそうだわね。空気もそうだよね、うんうん。光もそうですよね。はいはいはい。あの光だってそれなくならなかったら眩しくて仕方ないみたいな。うんうん、あれもこう飛んできてはなくなり、飛んできてはなくなりを繰り返してるわけですから。繰り返しならね、うん、確かに、うん。ですよね。うん、で、結局、この諸行無常っていうのを考えていくと、別にその、なんか依存するしないもないみたいな。はいはいはい。その依存してる主体というか、依存してるもの、ものとか、なんていうかな、そういう感じの、依存してる感じのところって、大体そもそも諸行無常ですから、みたいな。うん。なくなったらどうすんのみたいな。はいはいはい。っていう話になってくるわけかな。はいはいはい、はい。っていうことですよね。うん。うん。ということは、そもそもその、なんていうんかな、おげだって一人で生まれてきて、最後は一人で死んでいくわけよ。うんうん、生まれてくるとき、それは双子とか三つ子とかたまにおるけど、手つないで出てくるってあんまないわけな。で、死ぬときって、奥さんでも、なんていうかな、なんでもそうなんですけど、一緒に死んでもらえますか、行きましょう、手伝いでってあんまないわけよ、これも。はい。うん。いや、その、肉体的な、物質的には手伝いで死にましょう、一緒に行って会ったとしても、はい、それが一緒かってたら全然違うよね。うん、同じ肉体じゃないんやから、みたいな話だったりね。だから、一人で生まれて一人で死んでいくんで、結局、はい、その途中過程もそういうことやと思うんですよ。うん、そうですね。そもそも一人やと。うん。ただそれだけみたいな。うん、なんとなくわかる？まあなんとなくはわかりますよ。だから、じゃあこれが孤独だとか孤独じゃないっていう話にする人って結構おったりとか、うん、じゃあどうすればいいのみたいな話になんねんけど、真、はい、理はこれしかないわけよ。うんうん、途中経過あだこうだあるけどみたいな、うんうんうん。だから、そもそもそういうもんだと意味もないし、一人で生まれて一人で死んでいくんだと、こういうちょっと暗っぽいって思われるっていうかな。本質の話になったら、これが事実なんで、別に。暗くも明るくもなんともないし、別にただ単にそれが事実なのね、と、うんうん。で、その途中の間は私はどういうふうに、じゃあその依存的とかっぽい話も、うん、後にしていくけど、どういうふうにその死ぬまでその歩んでいくか、みたいな話。はいはいはい、うん。で、だからそれを俗っぽくね、その、なんていうかな、孤独は嫌だとかって、友達作るとかって、そんな変な話ってないってわかる？うん、うん、要は、まあ、もともとね、その、苦行が増えるだけですからね、確かに、友達と作るっていうのは。で、まあまあ、ええわ、ちょっと話がまた極端な方触れたんで、ちょっと元に戻していくな、柔らかい方。うん、例えば、じゃあ、夫婦、好きな人ができて結婚しましたと。この人は生涯の伴侶ですと、うん。私はとても愛してますと。死ぬ、結婚式の時とか、この人を生涯愛しますが、はい。っていう意味やけど、大体別れるみたいなやつとかな。うん、まあ、それはいいやけど、例えば、結婚、ご夫婦みたいな関係であっても、はい。
やっぱりね、何でもそうなんですけど、片っぽが依存しすぎるとか、片っぽが頼りすぎるとか、どうかなると、結構うまくいかなくなるわけよ、あれ。重たいっていうか、まあ、もそうう一回ね。基本といて、みたおいな。互いが、要は寄り添うというか、そうですね。まあ、寄り添うというね、これ、なんでそんなことになんの？みたいなことって結構あるわけよな。これ、まあ、友人関係なんかでもそういうことがあったりね。でね、これな、どういう化学反応になってんのかっていうと、まあ、これも心理で簡単な話でね、その生理的に嫌とか受け付けるとかどうとかこうとかじゃなしに、基本的にね、人ってね、やっぱりね、孤独が好きな時が多いんですよ。なんか無理やりなんかこう、どっか行って遊んでとか友達と遊んでとかやってるけど、本来は一人で静かで静寂な中っていうのが本来持ってる魂なんですよ。感性としてね。それを邪魔されるのが嫌みたいなことが起こってきたりするわけやな。その静寂を破らないでよみたいな。なんとなくわかる？で、これは、なんていうかな、そう嫌がる方の側からするともう依存されてるみたいな。だから、なんていうかな、やっぱりね、これね、この動画何回も何回も言ってるんですけど、もうどんな関係であれ、子供と大人であれ、自分の子供と親の関係であれ、あと、まあ、夫婦関係であれ、どんな関係でもそうなんですけど、やっぱね、自立するってことやと思うんですよね、これ、お互いが。で、この自立っていうのは、金銭的とか経済的とか、知識的とか、そういうだけの自立じゃなくて、やっぱりね、精神性っていうかな、心理というか、そういうものを分かって自立するっていうことやと思うんですよ、お互いみんなが。まあ子供でもそうなんですし、あと、まあ夫婦関係でもそうなんやし、あと会社の上司のちょっとバカっぽい上司みたいな人ってそうなんですけど、自分のその所有物ってわけじゃないけど、自分の、でも自分でその人をコントロールするみたいなことがあったりするわけな。支配するわけじゃないけど、コントロールしてやろうみたいなやつ、あるんだ。ありますね、それは。なんか、あるわけよな。で、あれってね、コントロールしようと思えばしようと、あれもある意味依存してるんですよ。依存というより僕からしたら執着。まあ、コントロールしようとすれば、失労でダメですからね。相手にね。なんでダメになると思う？コントロールしようとすると、考えなくなるっていうのも、まあ、もちろん、相手にもこっちにもデメリットがあって、まず、こっちが相手に執着すると、相手の自由ができなくなっちゃうので、それによってパフォーマンスが出ないっていうのが一個弱点がありますと。で、もう一個の、こっちの方で言っちゃうと、そいつに頼めばなんとかなるっていう色になっちゃうんで、考えなくなっちゃう、自分が。自分が考えなくなっちゃうってことは、逆にパフォーマンスが落ちる。だから結局、人間って、考えて行動を起こす生き物だから、結局自分が考えて答えを出してやらないと意味がないんですけど、依存することによってそれができないというふうに僕は思ってます。あんちゃん、なんか今日真面目やな、なんか妙に。そうですか。今日は、でも、その依存って僕経験してるからだと思いますね。かなり。その依存、人に依存するってことは。依存から話が全然それでいくけど、ちょっとテーマ変えなあかんかわからないけど、最後は。マタイジトですル。か。マジですか。いやいや、これもアニ話メ。の内容によって変えていただける話なんで、まあまあ、そっから行くわ。ほんでね、結局ね、なんていうかな、コントロールしようとする人みたいな。あ、やつってね。まあまあ、これも執着の一つなんやけど、で、どういうことかっていうとね、自分がコントロールしようと思って何かを指示したり、あるいは、なんだ、この通りにやってくださいみたいなシステム組んでみたりとかってするわけよな。ありますで、ね。それに、従わないっていうか、それに沿わないっていうか、それがうまくいかない状況になってくると、その人に怒るわけよ、今度は。わ かる？腹立つ。わかります。で、それに今度腹立たれた人は、言うこと聞くか、こんなやつの、みたいな、ってなってそうですね、なってますね。反逆食らうわけよな。これはこういうメカニズムなんやな、簡単にな。じゃあ、さっき愛ちゃんが言ったように、自ら行動して、するようにしてもらうみたいなやつとか、自分で考えてやってもらわな困りますみたいなやつってあるやん。まあこれは会社、企業ありますね。経営してやってる人とありかます見てるとね。思うんで、これね、
めっちゃ簡単な方法あるんですよ。どういう方法ですか？知りたい？知りたいっす。ほんまに知りたいと思ってないやろ。いや、知りたいっすよ。何ですか何にもせんこと、社長が。まあまあまあ、これ究極やから。主体性を、要は自由に主体性を持たせるってことでしょ？要は、主体性っていうか自分たちで動かされるってことですよね。まあ、それ極端やけど、何もしないっていうのはちょっと、まあ、その、何もしないって言ったんは、その、どっちかって言ったら、その、もう社長来ませんとか、会社に、なんか会社の社長は。それ今のまとめみたいなもん。いや、社長は会社今度パチンコ行ってますとか、麻雀してますとか、そんなんじゃないで。それは、また反逆を起こされるから、そうじゃなくて、まあ言ってる。ああだこうだ言わんってことですよ。要は。それと、ああだこうだ言わんけど仕事してますね、あの人。っていうのってあるんよな、これ。なんとなく。要はね、あんまりね、見えないところで仕事してます、みたいな。はい。なんか、で、その、感謝もされへんわけよな、その社長。あいつなんもせえへんやつやとか思われてたりするわけやけど、まあ、あんまり何も言わんし、なんか肝心なところではちゃんと、なんか、収めてくれますね、みたいなやつとか、あと、まあ、逆に言うたら、俺みたいに一日ずつ便所掃除してるとかな。あいちゃん知らんかったよ。初めて聞いたやろ。俺、便所掃除一日20回ぐらいしてるからな。そんなにしてるんすか？してるよ。何やったら一回聞いてみたら、みたいな。マジでそんな一日ルーティンやってるんですか？毎日勉強掃除ばっかりやってるんですか？僕、あの、お客さんからすると、掃除のおっちゃんと思われてるだけなんで、あの人、掃除の雇われのパートのおっちゃんやとぐらいにしか思われてないんで。まあ、いつもいるから、なんでいるんだ、このおっちゃんみたいな。だから、まあ、これ、本当に冗談抜きでね、まあ、あの、別にね、そんなにね、ああだこうだ言わんとね、社長さんはね、掃除、社員より朝早く来てね、見えへんとこね、見えへんときに、見てないときに掃除して、で、会社の便所掃除して、見えないところで便所掃除して、で、綺麗になって、なってるともあいつら気づいてないから腹立つとかっていう思いもなくて、気づかれなくてもずっとやり続けると。それでいいんすよ。誰にも感謝されへんけど。なんか言ってることはわかるよな、なんかな。これでいいんです。これが一番いい方法なんですよ。これ、なんでかっていうとね、自分がね、結構磨かれていくんですよ。一日中便所掃除してると。自分の心がね、心が磨かれていく。いや、心がというよりは僕はこれしかできないからこれでいいもんって思うと。だから、そんな難しいこと僕にはできへんから君たちやって、みたいな。はい。ほんと、これぐらいがちょうどいいんですよ。だから、言い方悪いんですけどね、おるんやけどおらん人みたいな。わかる？言ってることはわかりますよ。おるんやけど相手にされてないみたいな。まあ、究極論はそこです、そこです、そうだね。究極論はそこだね、確かに。ちょっとキョロイとまた今日は何言ってんやろと思われるけど。いや、でもね、この心理って言ってることはなんとなく伝わってきますよ。あいちゃん、ちょっとこの動画ちょっとぶっ飛びすぎかな、やっぱり。ただ、言ってることもわかるし、本質もわかるし、よくよく言う、そういうこと言う人多いんですけど、それを実行する人は多分 5% ともいないんじゃないですかね。多分。そう思う。分かっててもそうできないと。できない。みんなできない。まあ、経営者の人、これ見てると思うんで、今日はそこに焦点当てて話すると、やっぱり自分でやってしまうと。で、自分が頑張りすぎると。で、自分が頑張りすぎるがゆえに、これも依存と執着なんですよ。覚えておいてね。自分が頑張りすぎるがゆえに、働いてないように社員が見えて腹立つみたいなやつとか。まだもうちょっとやれよとかって思ってしまう私がいますってなるわけな。で、これにはまり込むとまたその人不幸ね、不幸のどつぼの連鎖。そうなんですよね。自分がみんな、要は真面目で頑張りすぎるんですよね。頑張りすぎるから結局。今日のテーマ依存なんで、そこに話を当てたいんですよ。頑張りすぎてるんじゃないんですよ。それは。何なんですか？
頭を使ってるってじゃなくてね、心理を分かってないってことなんです。だから心理を、原理原則を分かってないってことなんですよ。ああ、なるほどね。今度があって、やっぱ、本質的な話僕いつもしていきたいんでね。うん、うん。いや、本当の原理原則とか心理みたいなもん分かれば、なんていうかな、そこら辺のビジネス書みたいになんかこう、形的にこういうことをしときましょうみたいなやつって、あんまうまいこといかんのよ。うん、なるほど。そもそもが。うん。ですかね。うん。で、まあ、ちょっと話戻すね。で、結局、あれって、俺が社長でめっちゃ頑張ってるのに、なんで社員はこんな頑張らないんだみたいな、俺が頑張りすぎてるみたいなやつって、愛ちゃん、今って頑張りすぎですって。じゃなくて、依存してるんですよ、あれって、ある意味。執着。うん。だから、何に執着してんのって、どうなるのって言ったら、会社と会社？か、会社？ああ、なうん。るほど。あんまりにも会社とか商売に執着しすぎてるんですよ。わかる？で、今度執着しすぎるとどうなるかって言ったら、俺のもんだって思ってしまうみたいな。よくあるパターンじゃないですか、それ。それよくあるパターンですよね。よく経営者が落ちるとかパターンじゃないですか。一番のブラック企業の始まりじゃないですか、それって。今度は俺のもんだってなるから、俺がもっとやらないとって勝手に思い込んでるみたいな。だから俺がやんないともっとやってやるんだって思ってやってやるんだけど、結局それに従業員何もやんないじゃんって言って諦めモードなんだけど、それはそもそもねっていうところですよね。なるほど。だから、自分の会社、自分で起業したその商売でも会社でもいいんやけど、もうね、ずっと自分のもんやと思わんってことなんですよ、別に。だここも執着するってことなんですだからよ。みんななんかこだわり、な、執着、まあ、俺がいつもこだわりすぎ、ここだだわわりりすぎすっぎでて。すよ。そういうことですよね。まあ、今日は執着っていう言い方でしたけど、結局ね、そういうところにこだわりすぎるから、余計おかしくなっていく話だが。から、こだわりすぎたりするから相手に要求しちゃうから、それもそれで依存なんだよねって話だよね。そういうことだよね。だから、ここもやっぱり心理的な話になると諸行無常なんですよ。やっぱ無常なんですよ、やっぱ。ずっとあるわけでもないしね。で、なんていうかな、従業員さんに関してもずっとおるわけでもないしっていうのを分かってれば、そうそね。んなに期待することもないし。ないね。ないっすね。ないでしょ？だから期待せへんかと腹も立たへんわけでしょ、別従に。業員でもそうですし、その外注先にもそうでしょうね。だから全部にとって言えますよ。従業員っていうのは今、会社に属してる人っていう扱いですけど、まあ、例えば、自分から仕事を振ってる業務委託の人に対してもそうですし、僕とまっちゃんとの関係でもそうだし、やっぱりそれはあるなっていうのはすごく感じますね、やっぱり。うん、じゃあ、逆に言うと、会社さんなんかやったら、例えば社員さんにね、諸行無常ですから、会社はいつなるくなっても当たり前ですから、仕方ないよねっていう社長がおったら、どうする？みたいな。いや、ちょっと頑張ってやらしゃあないな、これ、みたいやいや、な。頑張りましょうかってね、本当にね。この社長相当おかしいから、私らがやらのもどうしようもないわね、みたいな。頼りがいいから、とりあえずやるしかないよねって思いますよね。みたいなことがあったりな。だから、まあね、ある意味ね、さっき言った、俺が頑張ってるのに社員がやらないみたいなやつとか、私が頑張ってるのに同僚の誰々さんはあんまり仕事しないで遊んでますとかな。なんであの人はあんまり仕事せえのに給料あいつだけ高いのよ、的なやつ、まああったりするわけやんか。もう、いちいち、いちいち、なんていうのかな、もうどの人がどうだとか、会社がどうだとか、こだわらないってことですよ。もうそんなとこ、こんなもん、きりがないんで、みたいな、そんな話ですよ。そうならですば、ね。一番いいのは、結局あれでしょ？みんなそうなんですけど、どれだけ、なんていうか、変なストレスかけんと、なんかな、もうちょっとこう、なんていうかな、生きやすい感じで、商売でも、一日を過ごしたいわ、みたいな感じと思うよ、本音は。そうだでしと思ょ？います。そう、みんなそうだと思いますよ。そこ本音でしょう、多分ね。やっぱり、ね、一日長い時間同じとこでおったりとか、同じことしたりするわけなんで、まあ、これもまあ前回の宇宙的な話と同じような感じなんですけど、宇宙。視野広げるってことなんですよ。だから、なんかね、会社の中で仕事したりとか、なんでもするん、やるんやけど、で、まあ、例えば会社じゃなくても、なんかのコミュニティで、みんなでなんかで一緒にしましょう。これ、なんでもええわ。これで成し遂げましょうみたいな時ってあるやん。で、あれって、まあ、盛り上がってる時もそうやけど、あかんかった時もそうな、どっちもそうなんですけど、このね、
こうなってしまうの。こう、わかる、こう、こう感じ。わかる言ってること。こうやっちゃう。いや、要は、狭いところで見ちゃうってことね。はいはい。バンダンダだな。で、前も、以前も何回か前言ったけど、一点突破、これはこれでいいんですよ。これ集中力必要なんです。いいんやけど、そこになんていうか、こだわりとか執着とか、はい、あまりにも右へ左にも、吹き上がりすぎる。はいはいはい。うん。だ、吹き上がりすぎるとどうなるかっていうと、ええかな、こうなりすぎると、こっちにあるもんが悪だみたいになるわけよ。はいはいはい、悪と正義みたいな。まあ、例えばね、例えば今4月なんで、まあ選挙な。はい、日本の場合な、これ、地方自選挙とかな、はい、あるわな、はいはい、いろいろ。で、まあ、利権でどうとかこうとか、ね、金のために投票してますとか、団体でやってますとか、宗教ですとかあるんやけど、はい、まあ、それとこれも別に置いて、本当に応援したい人が おりますとか、はい、日本はこうなってほしいから私たち頑張って応援しますって、これもいいことじゃないですか。いいことですね。でも、はい、うん、でも、これはこれで、この人らから見たら正義なんやけど、うん、違う政党みたいな感じでいくよ。はい、でそこの政党から見たらそっちが正義やけど、違う政党から見たらそっちは敵になるわけ。お互い好きな敵になるわけですわ。いいですかね。うん、これ宗教同士の戦争もそうやし、うん、国と国の戦争も結局これなんですよ。はい、お互いが正義なんですよ。どっちも、例えば戦争するときにね、うん、俺たちは悪だと思って戦争してるやつって おらんってわかるよね。いやでも自分が正義ですからね、うん。これ正義と正義がぶつかり合ってるわけですよ。うん。自分も正しいと思ってるからやってますね。うん。うん、だから、これも、ある意味執着とかこだわりみたいなもんなんですよ。うんうん、これが肥大化したやつですわな。えぐい方へ行ったわけでね。だから、これでいいんやけど、もうね、その、それなくなったらどうすんのみたいなとか、ダメだった時の落胆みたいなやつがめっちゃ大きいわけやな、これ、あかんかった時って。だからもう、やっぱり全体を見通すことは、もう毎回、この話でも言ってますけど、全体を見通すことは大事だなっていうのは。だから結局、一気に注意して、はぁ、みたいなことになるわけよ。うん、なんていうか、タコツボみたいなとこ入って、こう、みんなでタコツボの中入って、こう、ああだこそって言ってるわけですから、はい、なんか、どうにもならんことっていうのが、ある意味起きたときって、どっちにもこっちにも行かないようになるわけな、うん。そうですね。だから、とにかくね、もう何回もの話通り、やっぱ宇宙的なもう心の中に、心の目で描いて、そっからの視野で見てみるってことなんですよ。はい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 。うん。だ今日のさっきの愛ちゃんのテーマの、ね、だっけ、何のテーマ、ん、依存しない。依存のしようがない、ね。そんな、ね。何にも依存しないみたいな。うん、この人、人間で、あ、人間の命っていうか人で生まれてきたっていう理由がここにあるわけよな。はいはいはい。自分で自分をコントロールする。で、さらにこう次元を上げていくと。うん、で、宇宙的なものの真理も分かって天と繋がっていくと。っていうことなんですよ、うんうんうん。これが人として生まれた原理原則なんですよ。うんうんうん、これ分かるでしょ？分かります。動物にはできないことなんですね。はいはいはい。だから人助けをするとか、施しをするとか、お布施をするとか、そういうのはあれ形のもんなんでっていうのを前言ったよね。まあ神社にお布施もそうでしょうな、多分ね。形な、形のもんやな。うん、そう、形は形でさっき言ったような精神的なもんがあったら勝手にそうなるわけだって。うん、人を助けますと、困ってる人は助けましょうみたいなことってあったりするわけよな。で、だからね、その、結局詰まるところは何なんかって言ったら、その、やっぱりね、真理ですよ。で、これ真理っていうのは知識じゃないんですよ。知識ってね、あれ、丸抜きやめって言ったら一緒で、時代時代によって知識なんか全然違うんよ、これ。まあ、そうですね。うん、愛ちゃんのバックガーの縄文時代と今とは知識。はい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 、違うよ。はいはいはい。わかる？確かにそうですね。うん、だから、その、なんていうかな、紀元前、愛ちゃんの爆弾、一応、縄文で紀元前なんで、まあ、4000年前だとしようか、4000年前と今の現代では、現代では知識が違うわけな、そもそもが。あ、そうですね、知識違いますね。はい、ただ、絶対変わらん普遍的な真理っていうのは同じなんですよ。うん、この普遍的な真理って何なんかって言ったら、いつも言ってる宇宙の法則。要は原理原則ですわ。うん。これは、その、言語がない時代にあっても、ね、文字がない時代であっても、ね、数学的なものがない時代であっても、
時代が変わっても普遍的な真理なんですよ。これしかないわけよ。大丈夫あいちゃん、ゴホゴホ言ってるけど。大丈夫。敵がたまたまんないよ。うん。で、普遍的な真理って何なのっていう話でいくと、はい。普遍的な真理って何なのっていうのは、はい、一番最初に言った、そもそも何もないっていうのが、そもそも普遍的な真理ですよ。ああ、そもそも何もない。で、私たちが生まれてきた理由もそもそもないと。うんうん、これが真理なんですよ、うんうんうん。そもそも何にもないと思ったら分かりやすいんですよ。うんうん、だから、人っていう生命体は、それを生きてる間の苦行として、作り上げていくと、自分で。はい、はい。知恵です。あ、これ知識じゃないよ。知恵です。この知恵っていうのは自然とか宇宙の法則の力を借りながら、これを作っていって、学んでいって、ね。で、最後は死ぬということ自体も別に怖くないと。その恐れも何もない状態になる。ですかね。はいはい、うん。こういう、ここと、これだけのことだと思いますよ。すべてこうね、つながって、こう、ぐるぐるぐる。でね、今のことを、今言ったことちょっと理解できると、今言ったことを理解できると、悩むとか悔やむとか、そう、依存するとか執着するって、そもそも成り立たんのよ、これ。うんうん、これわかるでしょ、うんうんうん、でも、その中身ですわ。そのどうやってその生きてる間自分たちは組み立てるかっていうのは、もう何十回も言ってるように、70億人おればみんなそれぞれ違いますと。うん、考え方が違うところね。うんね、自分自身でその法則的なものを導き出していくと。うんうん、それだけの話ですよ。うん、なるほど。うんうん、何やねん、ちょっとなるほど。そんな、うん、冷めた目で、なるほどって。いやいや、冷めてはないですよ。なんか普通にその、自分の中でも今考えてるわけですよ。ただ頭の中で、うん、そうだなっていうふうに思いつつ、うん、じゃあ、それを自分に置き換えるときにはどうすればいいんだろうっていうのがすごく、だから、もうちょっと今日、俗っぽい行こうか、またいつも通りに、今から俗っぽく行きますよ、みたいなやつ行くよ。うん、だからね、うん、その、なぜかわからんけども、今持ってるもんとか、はい、何でもそうなんですけど、はい、失うのが怖いっていう人がおったりするわけよな。まあ、それはそうでしょうね。うん、僕、全くないのよ。はい、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 はい。お前ほんまかって言われてたけど、ほんまなんよな、これ別に。これって、やっぱ変なんかな、愛ちゃん、俺。いや、変じゃないと思いますよ。変じゃないんですけど、その、失うものがないっていうものが言い切れるのがすごいと思いますけどね。その、うん、なんだろう、失うものがないっていいやつのほど強いって僕も思っていて、まあ、戦争でもそうですし、何でもそうなんですけど、もう失うものがない人の方がどんどんいけるから強いんですけど、ただ、まあ、戦いは言えけど。まあ、戦いやだけ強いんですけど、ただ、それを言える人もいないし、逆に何もない状態にするっていうのを理屈を今日も説明してくれてますし、今までの動画でも説明をしてくれてるんですけど、やっぱり、なんだろう、まだまだ慣れてない自分がいるねっていうのを思い知らせられた今日だなって思いますね。うん、だからまだちょっと俗っぽい話いくよ、まだ時間あるから。はいはいはい、今から俗っぽいバーンみたいな、はいはい。俗っぽいコーナーみたいな。はい、いや本気でね、僕本当にないのよな。はい、だからお家であっても、その、まあ、だこの間買った船とかでもね。別に亡くなっても別にみたいな。だからどうしたんかなみたいなとか。だから、うん、そうそう。だから今の環境をなくすことなんなのね。あと会社、うん、うん。いや、別に亡くなったらまた作ったらいいよね、みたいな。うんうんうん、で、あと、なんだ子供、うん、いや、いずれ大きくなって離れていくでしょうとか。うん、あと、なんだ奥さん、うん、離婚しますって言われたら、いや、しょうがないよね、みたいな。まあ、それはどうだ。しょうがないけど、また寂しくなったら、たまにはまた結婚しましょうか、もう一回、みたいなとかな。ぐらいの感じだよ、別に。だから、これって、これぐらい、こんな感じで、ほぼほぼ依存してないっていうか、何の執着もないってことで。そうね、そうね、そうね、うん、そうね。うん、だから前も言ったかな、おうちのお風呂だったら、いや、私、草原で裸で生きてますからみたいな。
本当に、その、もうそれをね、徹底的にコピーを、なんだろう、その習慣というか、なんだろう、もう原稿化が難しいんだけど、だからね、これぐらいね、これぐらい執着じゃない、こだわってないっていう状況になってくると、例えば本当になくなったとしようや。本当になくなってもそもそも何とも思ってないから別に何ともないでしょ？そうでしょ？でも、ある意味腹立つことに、こういう感覚になると余計なくならない。腹立つことには。なんでか知らんけど。なくなれと思ってんのけど。ちなみにですよ。じゃあ、質問を変えると、なんでか言ったのか、なんでか言ったのか、何ですか？俺のだってせえへんからなんですよ。なるほどね。いや、これ俺のだ、これ俺のだってこうやってやってると。なんかすごい今日真剣に、あえて、いや、聞いてますけど、いつも以上にね、いつも聞いてますけど、真剣に。で、なんだろうな、これ多いい分から。見てる人もそうなんですけど、見てる人もそうなんですけどね、これね。要は、まっちゃんみたいになれるっていう人ってそういないと思ってますと。やっぱりそれもともと、俺がなれんねんから、なれるって誰だ。なれるんですけど、ただ、その慣れるための習慣というか、慣れるためっていうのは、その意識のマインドの書き換えだと思ってるんですけど、まっちゃんは常に、そういうものだって言い聞かせてる感じなんですか？だからさっき言った真理やって言ってるやんか。真理を理解して、それを踏み落としたして、そういだから、うことだよね。何回も同じこと言ったら、真理、原理、原則やって言ってるやんか。もう一回言うよ。何回も言うよ。知識持ってたって意味がないんで。だから、要は、ええかな。だから、知恵が大事なんです。人のせい、ね。人ってそういう生命体ですから、知恵がありますね。で、その知恵は何ですかってもう一回言うよ。これが原理原則であって真理を知るってことなんですよ。もう一回行くで。で、この真理って何なんかっていうのをもう一回さっきに対して復習するで。諸行無常やっていうことなんですよ。だなるほから、あどね。るものは必ずなくなるっていう原理原則を知ってればいいだけの話じゃない。それだけのことですよ。で、それを受け入れない心があるわけでしょ、皆さん。多分ね。そうだと思そんなことないとか思ってみたりとか、それが俺多の分、もんだ。世の中の9割はそうだと思いますね。で、これ何かって言ったら、諦めない心っていうやつですよ、僕から言わせると。でね、これ前、死生観的な話と一緒で、死ぬ間際に諦めない心が出てくるんで、往生際悪いってことになるんですよ。わなかるる？ほ言っどね。てる。で、死んでいくときだから不幸になるんですって言ってるやんか。ええかな？だから、この諦めない心というか、なんていうんかな、この執着する心みたいなものを捨てないと、あるのはあるでしゃあないんでね。あるんで、それ自分が人生80年生きてきて積み上げてきたもんってあんねん。これしゃあないんですよ。財産とかな？ええかな？ええかな？これに執着しすぎる人が多いんですよ。だから死ぬ間際になって、これだけ頑張ってきたのに、あれだけの財産作ったのに、俺の人生は何だったんだろうかとかな。言ってましたね。もっとあれも食いたかったとか。ああいう死に方になるんよ。だからこれがいつも最後、人生の最後で幸福やったんですかっていうのは心で言ってるわけ。何回も同じこと言ってる、これ。もう何十回、腹立つぐらい同じこと言ってる。だから、執着を捨てるとか、そのこだわりを捨てて、ここやって言ってるよ、何回も。ええかな？だから、ただ、よ捨て、前、何回もこれも同じこと言ってるけど、よ捨て人みたいになりなさいなんて言ってるわけじゃないねん。そうじゃなくて、あるもんはあるんですよ。自分が頑張った結果なんで。そうでしょ？まあ、お金にしろ、ボケた不動産にしろ、何でもあるわけじゃないですか。宝石でも、女性やったら宝石とか洋服とかあるわけでしょ？自分がこれ、頑張って積み上げてきたもんでしょ？その、この三次元世界で、物質世界で積み上げてきたもんじゃないですか。で、これはいいんですよ。あるのはあるんでいいんやけど、その、あるもんにこだわりすぎるっていうことだ、のがダメですよっていうことなんですよ。だからさっきも言った真理とは、これいずれなくなるもんですよって言ってるんですよ。でも、みんなね、本当に理解できてないのは、その、なくなるもんっていうのが理解できてないと思うんですよ。要は、盗まれるとか、火事で燃えるとか、そういうイメージを持ってると思うんですよ。なくなるっていうことの意味が。
僕が言ってる亡くなるの意味は、自分が死んで消えたら亡くなると同じですからって言ってるわけよ。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。無に変えるからね。そういうことでしょう。その物質がなくならんかっても自分が消えたらその物質も同時に消えますから。まあ無がな、無になっちゃいますからね。そうですね。あの世に持っていけませんから。うんうん。そうでしょう、極論は。極論はそうですね。だって。まあ、この真理さえ分かってれば、そんなにこだわって執着する理由がないんだっていう。まあ、そうね。どう迷ったんやんかな。もう、ほんと。これもう何十回も言いつけるわ、頑張って、これ。同じことばっかり。でね、じゃあ生きてる間でそんなこと言ったって、この生きてる間、これ持ってなかったら私は生きていきませんとか、もうなければ私は不幸だとか、ね、いうことでしょ、言いたいことって。うんうん、違うの。まあ、だから要は死ぬときになったら何も持っていけないよねっていう。いやいや、さっきのはまあ、信じたんですけど、その手前の話としてね、うん、これがなかったら私はどうやって生きていったらいいんでしょうかっていうことを言ってるわけでしょ、多分俗っぽい話って、うんうん。そうそうそう。いや、だから、なかったらなかったで、どう見ても最初からなかったんやかなと思えばいいと。うん。だから最初からなかったと思えばええわけ、最初なかったんやから、本当にだ何もみんな何も、ね、持ってないですからね、赤ちゃんの時は何も持ってないわけですからね。そうでしょ。で頑張った結果それが手に入ったと、そうそうそう、手に入ったとええかな、そうそうそう、でなくなったと、なくなったと、はい、でショック受けたと、はいはいはい、で悔やむ悩む不幸になると、そんな暇があったら、なくなったら忘れて、もう一回やればいいだけの話じゃないですか。ああ、はい、いつでもか、別にね、なく、うん、だからね、言ってること分かった、はいはい。人として一番ダメなこと言いますよ。ダメなこととか、はいはい、時間の無駄なこととか、病気になることって、はいはい、やっぱりね、悩むとか、はい、不幸と思うとか、うん、なんで私だけこれがなくなってるっていう、ネタム的な、ああ、ちょっとあっちが言った悪魔的っていうかな。要は、そういう悪魔的なエネルギーに引っ張られると。はい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 、はい、うん。で、やっぱり人間っていうか、この世の、まあ特に人間はそうなんですけど、エネルギー、はい、まあ僕言っても魂みたいな話言うんやけど、今日ちょっと違った言い方すると、エネルギーの塊みたいなもんなんですよ、やっぱりね。はいはい、魂的なもんってね、うん。で、このエネルギーっていうのは、まあ、ちょっと今日、またこの人何言ってんの的な話になるけど、はいはい、このエネルギーっていうのがこの宇宙を動かしてる真理なんですよ。うん。うん、ちょっと、はぁ、はぁ、みたいなのも悪くわからんけど、はい、で、このエネルギーにもやっぱりね、なんていうかな、善玉と悪玉みたいなやつがおるわけだな。あ、それはわかりますってことね。うん。はい、うん、だから、わかりやすく言うと、エネルギーって物質じゃないんで、私たちみたいにご飯食べれないんですよ。はいはいはい。で、そのエネルギーって何をエネルギーにして生きてるの、はい、何をエネルギーがエネルギーって変な話じゃないけど、生きてるかって言うと、私たちもそうなんですけど、ええかな、行くで、はい。まあ私たちご飯食べない生きていけませんよと。はいはいはい。で、映画見たりコンサート行ったりするやつってあるやん。ありますね。はい。うん、あれも、ご飯なんです、はい。エネルギーを得てるわけですから、はい、快楽のエネルギーというか刺激やな。はい、まあ、はい、麻薬とか、うん、お酒とか、あれもエネルギー一緒なんですよ。はいはい、で音楽なんかも、その、まあ、いい音楽か悪い音楽かわからないけど、刺激の、変な悪魔の刺激の音楽とか、はい、幸せの波動の刺激の音楽とかあるわけよ。はい。で、その、まあ、エネルギー体にも、その人の、なんていうかな、この、なんていうかな、この、さっき言った、妬み、恨み、不幸みたいなのを餌にしてるエネルギーと、うん、はいはい、こう幸福を、うん、幸福って言い方かしら、日本語難しいねんな。どうやったんやな。幸福じゃないな。ハピネスっていうかな、はい、その物質的な幸せ感じゃなくて、うん、英語で言うとハピネス的な感じは分かりやすいんですけど、はいはい、そっちをエネルギーにしてる、その、エネルギー、そっちを餌にしてるエネルギーがあるわけだ、これ。はい、で、さっき言ったような、その、変な方向に、こう、振ると、そっちの、なんていうかな、悪い方のエネルギー、悪的な、悪魔 の餌食べてるエネルギーが、近寄っていくわけよ、はい。うん。そっちに引っ張られていくわけな、これ。はい。そういうことなんですよ。そういう仕組みなんですよ。これ、心理、原理、原則なんですよ。うん、
何の話してたっけ、どんな、途中何言ってたっけ、俺。途中、まっちゃんの思考は言いながら、結局、この、わからんようになってた。いや、整理すると、まっちゃん市場は、このまっちゃんみたいな、その考え方になかなかみんななれないから、どうすればいいですかって言ったら、まあまあ、原理原則は、原理原則を学べということで、ね、まあ、だから執着しないとかな、あと、こだわらないとかな。で、まあ、それは、しか、まあ、それと、あと、諦めるってことですよ、なんかもう、もう、なくなったら。でも、やっぱり、まっちゃんがもう何度も何度もやっていく中で、すごく僕の中で整理するのは、結局、人は死ぬというところがまず大事前提で、死ぬときには何も持っていけないんですよねって、持ってこないと無理変えるんだよと。それが原理原則であるじゃないですか。で、その中でやっていく過程で、じゃあ今持ってるものっていずれなくなっちゃうから、そんな執着してなくなっちゃう、あるからって言って依存しちゃって、それにを手放さないようにするために頑張るのって無意味だよね。そうすると別に悩みとかもなくなるから、結局依存もなくなるし、逆にそれが幸福になるしっていう部分になるよねっていう風な形で理解はしました。そうそう。うん。はい。だから、例えば持ってるもん、例えば車でもそうですし、まあ、まあ船の、まあ船言うけど、まあ、だから自分のもんだと思うから余計になんかこう重たいもんになっていくし、うん、みんなにいつでも使ってみたいにしとけばいいわけでしょ、別に。好きなように。だからみんなだからあれなんですよ、自分の栄誉だったりとか立場だったりとか、なんか、いい思いをしたいとかっていう、そういうものが欲がありすぎるからこそダメなの部分もあると思いますけどね。逆にね、要は人間って欲で動くじゃないですか。欲で動くからお金持ちになりたい欲とか、その稼ぎたい欲とか、それはもちろんあってもいいんですけど、でも本物それは死んだら持ってきないわけだし、世の中へ、まあでも生きてる間もお金持ちもあんまりいいことないよ。うん、まあ、ないんですけど、みんな、要は、お金を稼ぎたいとか、ないよって言われたら。まあ、じゃあ、はっきり言うわ。はっきり言うとけど、はっきり言うとけど、なくすときの、全部でさ、なくす人ってショック大きいと思うよ、お金持ちさんって。さっきになくしといたらええわけやさから。まあまあまあ、だから結局、お金持ちはお金持ちなのに苦労もあるし、ただ、そのお金持ちを目指してる人はそういうような思考もあるし、結局、その、なんだろう、でも結局は悩みっていうのは。じゃあ、ちょっと質問するわ。もう今日、愛ちゃんのお金の話で、大好きなんで、必ずお金の話出てくるから、じゃあ、まあ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 、じゃあ質問するわ。愛ちゃんに質問じゃなくて、一般的に言えば、お金持ちになって何するの？いや、お金持ちになったら何するのって言われると、多分一つあるのは、なんだろう、自由な時間で自由なところに好きなタイミングで行けるっていうところですよね、多分ね。どういう意味がようわからん言ってる。例えば、海外旅行行きますって。それ今でも行けるでしょうよ。いや、今でも行けるって言うのも、お金を持ってる方が、お金、なみんなって言ったら心配事ってさ、人間、お金が稼ぐってことを心配してる人が多いわけだ。だから、何のために稼ぐの？何のためにいるの？って聞いてるわけよ、僕は。質問に答えなさい。何のためにいるの？わからんわけでしょう、ほぼほぼ。はっきり僕が言ったのか、理由を。うん、はい。不安やからお金持ちになりたいんですよ、みんな。違います？そうですね。難しいでしょ。そうですね。多分見てる人も、おう、そうそう、と思うと、海外旅行とかいろいろあるよ、そら。はい、海外旅行とか宝石欲しいとか、あんな車欲しいとか、あんな家欲しいとかあるよ。はいはい、でも、ぼやーっとした不安やと思うんですよ。うん、違う？そうです、だと思います。はい。はい、そうだと思います。不安だと思いますね。だから、その不安を抱えてる限りは、永遠とハピネスにはなりませんっていうことを言ってるわけよ。お手上げだー。だからこれが真理なんやって。もう。まあだからね、いやそのね、もうね、もう。いや、じゃあもう一個言うにはお金好きな人に言ってあげるわ。俺はっきり言ってあげるわ。はいはい、そうやっててもお金持ちにはならんよ、はっきり言っとくけど。そうだよね、そうだよね。うん、なぜか言おうか、うん、やっぱり人の付き合いがいるんです、お金持ちになるには。うん、それは分かる。その真理を分かってないとお金持ちにはなれません。これ結論。今、ズバーって、ズコーってなりました。それこそね、それこそお金持ちになりたいと思って、自分で仕事して、商売して、会社やって、一番最初に言った自分だけ働いて腹立つ会社、
こいつら働かんとか思いながらストレス溜めて、がんなって、病気になって、がんなって、で、従業員みんな辞めていくみたいな。あ、でもあるパターンだ、それ、なんかどっかであるな、そういうパターンの会社。わかるでしょ、言ってること。あるある、そういう会社ある。うん、ある。だからね、お金持ちになりたい人、あ、まあ、愛ちゃんでもいいわ。一回ね、今日この動画きっかけでね、何のためになりたいかを考えた方がよく。老後が不安だから、持ちになりお金いるって、変な話なの？正直、それ言われるとね、別にお金持ちじゃなくてもいいと思っちゃうんですよね。変な話でしょ、これ。うん、確かにお金持ちじゃなくていいんですよ。お金持ちっていうのは、どうだっていいわけですよ、正直。うん。うんうん、そうでしょ？なりますよ。だから、ね、お金持ちなんてなんなくても、とりあえず、もう、今、なんか好きに生きれればそれだけでいいよと思っちゃいます、やっぱり。うん、うん、逆を言うとね、こういう考え方はね、ちょっと俗っぽいけどありやと思うね。本当に奥さんのことを愛してますと。うん、もうこの人は、私結婚して、まあ離婚するって言われたとしても、この人は一生、僕はすぐ死んでもいいんやけど、この人は、そういう困りごとなく生きてもらいたいと。そのためには、こういうものが必要なんで、今これやっときましょうと。で、出来上がったら私潔く死ぬつもりですぐらいの感じでおれば、もっと綺麗なお金の使い方ですよ、ある意味。ああ、なるほどね。うん、人のためには、人のためにね、なるほどね。うん、これはまあ夫婦やからっても他人のためってもあるやけど、それなかなか難しいんでね。やっぱりね、こういう本当に、だ例えば嫌われて離婚されても、この人は私は恩があると。うん。うん、来世でもこの人と結婚したいと。うん、この人にお世話になったと。なんで私はもう10年後に死んでもいいんで、その10年間のうちにこの人のためにはこういうものを残したいですと。うん、これはね、やっぱりいい生き方ですよ、こういうのも。うん、まあ立派なこと言いすぎたけど。すごい立派な話ですけどね。だから、てめえのこと、てめえのことばっかりやっとってもね、来ないんですって、確かに、確かに。だから僕いつもでキリがないよって言ってるの、これなんですよ。キリがないんですよ。てめえのことばっかり言ってても。自分のこと言ってても意味ないね。確かに、ね。意味が、これがだから言ってるように人として生まれてきたんやったらそれやめましょうよって言ってる。もうね。わかる？わかります。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 わかる？でね、もう一個最後になるけど、こうなるとどうなるかっていうと、はい。てめえのことを、てめえはこれ欲しい、あれ欲しい、お金貯めたい、こうだ、こうしたい、これがもっと贅沢したい、もっと英語ワイン飲みたい、もっとステーキ食いたいとかやってたら、うん、はっきり言うとくけど、うん、お金残らんから。ああ、絶対残らない。うん、ええから、ある意味ね、ある意味、この自分の伴侶のためにこういうふうにしたいっていう、うん、こういう的な考え方持ってる人って、結構質素、倹約なんよ。汚い格好してるのかな、俺みたいに。わかる。だから、はい、わかります。あんまりこの自分に対してもそうやねんけど、執着しないってことですよ、もうそんな。意味がないんで、そんなこと。はい、はい、わかりました。自分に執着しない、ものにも執着しない、あんまりこだわらない。ただ、お世話になった人とか、そういう一生に一回の出会いの人には全てを与えましょう、みたいな。こういうことだと思うけどな、あと何かみたいな、ちょっと綺麗すぎたら今日は、何やこいつ、まあ綺麗すぎましたけど、お前ちょっと綺麗すぎるやろそれみたいな。いや、原理原則はその通りだと思いますよ。お前ええ格好しすぎやろって言われそうやねんけど、そんな感じないよな、そもそも。なるほどね、うん、でも今日はその依存っていうやつで白熱しましたね、すごく。なんか、まっちゃん、白熱しましたね、今まで以上に、いつも以上になんか。まあでもね、まあ今日最後にしましょう。でね、このね、ここら辺の感覚的っていうか考え方っていうのを理解しとかないと、これからの時代はちょっとやりにくいよ、はっきり言ってるけど。うん。さ、何遍もこれ動画何回もなんか見てるけど、俺のもん、金って言ってた。ほんとこの先生きにくいから。うん。だから、ほんと諸行無常っていうのを理解する世界に入っていくからね、ある意味ね。うん、持って抱えてそんなもん掘って何するんですか、あなたみたいな世界やから。あるのは何回も最後だけ言う、あるのはあるのでいいんですよ。うんうん、ね、あるのはあるのでいいんやけど、それを有効活用せないかんよねっていうことですよ。うん、うん、言ってることはね、お金もそうですよね。なんかこう、ね、銀行の貯金の中にずっと置いてる人おるじゃないですか。だから、ね、お前聞いた話でもしたけど、意味ないよねってことやんか。早く放出してくれよって話ですよね、確かに。わかるでしょ、言ってる意味。うん、うん、うん。そうでしょ？そうですね。で、それもっとあんま信じないみたいな。もう頼むわみたいな、もう。本当そう。なんでこんな簡単なことが理解できるのかな。
人間って意外とこれは僕のもちろんなんですけど、自分が簡単だと思うことって意外と相手にとっては難しいんだなって最近思います。本当にもう一個やらしたのか。どうぞお願いします不安とね、お願いします。いいかな、もう一個話するよ。どうぞどうぞ。最後一枚話で締めるから。どうぞどうぞどうぞ。人ってね、はい、不安と恐怖でコントロールされるんですよ。ああね、そうだね、うん。これはね、もう3000年、4000年、3000年これで統治されてきてるわけですよ。うん、これ宗教も同じ理屈なんですよ。うん、不安と恐怖なんですよ。うんうんうん、ですかね、うん。これが人を統治する方法なんですよ。不安と恐怖を使うの。うん、でも僕が言ってるずっと永遠と喋り続けてることをやこれ実践すれば不安も恐怖もないわけ、うん、統治されない人間になるよこれ、わ、うん、かる言ってる意味、だからグレートリセクトよ、泳が金は氷がどっちでもええわみたいな話になってくるわけ、うん、それよりも自分のむしろ大事なのは心理を理解して自分の周りにおる人だけを幸せにすると、それだけの話ですよ、うんうんうん、超シンプルでしょ、恐怖、だ恐怖と不安で人はコントロールされてるんですよ。はい。うん。これをなくす方法ですよ、だから。はいはいはい。面白いでしょ。面白いっす。めっちゃ面白いっすね。だから真理を学びましょう、みたいな。はい。もうこの動画ええと思うで、みんなに分かりやすくて。もうすごい分かりやすい動画っす。バカボンのパパみたいなおっさんがな。もう僕も早くマインドコントのそのね、その備わないとな、本当に。まだまだ、まだまだ。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。俺2年かかったから。まあ、愛ちゃんまだ2、3ヶ月だから大丈夫。そうですね、そうですね。俺2年かかったから、やっぱ。はいはいはい。うん、だから、みんな、皆さん頑張って1年ぐらい聞き続けてくれたら、だんだん分かってくるから。もうマインドコントロールしないといけないから、ね。そうそう。で、ちょうどね、僕、これ、皆さんが間に合うタイミングでやってるから。うん、うん。あ、この変革に合わせて、間に、ギリギリ、ギリギリ間に合うタイミングでやってるから。いやいや、毎回これは見てもらえれば。はい。あ、今スタートせんかったら厳しいよっていうタイミングでやってるから。で、3回ぐらい毎回見てくれたらいいじゃん。この長いわけのわからんってこと言ってる動画。あのね、わけわかんないって言われると、本当にわけわかんないときはわけわかんないときは、ポカンとなってますからね。3回か4回繰り返し見てくれたらわけわかるようになっていきますよ。だんだん、だんだん。言ってることは真理、原理、原則しか言ってないから、結論は。何度も聞き直して、何とか味わって、何度も話し合って、それで自分で解釈して、理解してやるしかないですよね。そうそうそう。で、あんまり話を難しくしてないんで、簡単に言ってるから。まあね、まあ、もうあの、最終的にはもう、死んだらもう亡くなるって思う、ちゃんと。そうなんですよ。だからね、これ、まあ、さっき言った宗教支配も戦争もそうですし、で宗教支配、戦争じゃなくて、病気で死ぬときもそうなんですよ。やっぱりね、恐怖と不安なんですよ。うんね、これで全て人は苦しむんです。うんうん、これが全てなんですよ。はいはい、こうとか、こっち置いといてな、うん。これを取っ払うっていうのが一番なんですよ。うんうん、そのためには視野を広げて、宇宙的な感覚を持っとって、真理を分かると、理解すると。でも簡単です。何にもいいですみたいな。でこれをなるとなんか腹立つけどうまくいってしまうから嫌みたいな。はいはいはい、でこんなうまくいくらもっともっと変なこと起これって俺いつも思うんやけど起こりませんみたいな。自ら種まくけど起こらんみたいな。そうですね。うん、まあそんな感じです。わかりました。ではご理解いただけましたでしょうか、愛ちゃん。僕に振りますか。はい。まあでも、視聴者は分かんないんですけど、僕は腑に落ちてる部分はあるので、うん、やっぱりさっきも言ったようにね、何度も言ってるように、もう死んだらなくなるものがなくなるから、それをこだわっても意味ねえよなっていうのは思います。な、やっぱりなんで、せっかくね、これいつもの話と一緒でご縁なんで、せっかく見ていただくっていうのはご縁があると思うんで、このチャンスに常識を書き換えていきましょうと。うん。はい、そうしましょう。書き換えた方が自分が得ですから。もう今度はあの、あっちゃんのそういう講演会もやりたいですね。いや、俺そんな、いや。いいの ?YouTube だけで十分ですか。大根一本くれたらやるけど、みたいな。ああ、そういうことか。大根一本くれたら。まあ、じゃないけど、まあ本当にね、自分が得ない生き方になれると思いますよ。これシャワー浴びてもらったら。はいはい、はい、うん。まあそんな感じで今日はこの辺で。はい、ありがとうございました。また来週も。はい、バイバイ。はい。